ジョートモテること白井みつるでございます。今日はですね、2周年記念ということでございまして、本日めでたく2周年記念を迎えることになりました。ありがとうございます。音から拍手の音が、ダブルで回っておりますけども、まあもう皆さんご存知だと思うんですけども、今日とある方と対談ということでございます。2周年記念特別企画ということで、まあ今までいろんな人でやってきましたね。まず最初は第13回から15回で、猿吉に会いましたね。で第35回から37回っていうことでございましてね、愛徳の、パート2に出ていた、新平と純が、私に会いに来てくれました。そんなことでですね、第61回から63回は、これはですね、ビーバップからちょっと離れましてですね、湘南爆走族の丸の役をやりました村沢さんが、私のところに遊びに来てくれました。それからですね、第69回、70回というのはですね、パート2の時の中学生役の、中野くんが遊びに来てくれましたね。そんでもって、第100回記念ということで、100回から第103回を、パート3の時の敵役、ボス役のですね、亮が私の前に現れたということで、対談をさせていただきましたね。ほんでもって、まあ、立て続けに第106回、107回は、パート1の、ミノルの役をやりました、役者さんの森一馬さんとお会いして対談をさせていただいたということでございますね。それからですね、110回、111回は、またまた、湘南爆走族のですね、村沢さんをお迎えしましてですね、それでもって、もう一人の湘南爆走族の出演者の、佐藤さんをお迎えしての、会だったということでございますね。そして第124回から126回は、ビーバップのですね、前半の方の、全てのアクションの担当してもらいました高山さん、この方にお伺いいたしましてですね、いろいろとビーバップのアクションについてお話を聞かせていただいたということでございますね。そして、第、137回、138回で142回、143回となりますけれども、1周年記念ということで、信夫、愛徳の金子信夫役の古川勉を、お迎えしましてね、やりました。でその後、信夫はまあ、うちのテレチャンネルによく出てきてもらったんですけどもね、まあ、そんなんで、いろんな、出演者の方と対談しております。これはね、最近、もちろんそんなこと知ってるっていう人もいますんですけどもね、最近、テレチャンネルを知ってもらって、最近、チャンネル登録してもらって、よく見てくれてる方なんかのコメントなんかを見てると、誰々に会ってくれ、誰々に会ってくれなんていうのもね、よく聞くんですけども、実際にもう会ってる人もいるんで、よかったら、また振り返ってもらって、見てもらうのもおつなんじゃないかなと思いますけどね。あんでもって今日はですね、2周年特別記念ということでございましてね、やはり、あの人が私の前に現れてくれました。その、今日の、ゲストはこの方です。 That's my way, my way. That's way now. That's my way, my way. That's way now. 今より大事なものが欲しいならやり続けるしかないのさ。じゃあやってんの？はい、入ってます。この方です。どうもこんにちは。解決テルチャンネルをご覧の皆様、立て豪太です。ビバップハイスクール工藤役をやらせていただきました豪ちゃんです。はじめまして。よう喋るの。ありがとうございます、うん、はい、皆さんご存知の通り、はい、ビーバップハイスクール高校与太郎音頭で北高の工藤の役をやりました立て豪太さんでございます。はい、どうも皆さんよろしくね。豪太さん、出演ありがとうございます。いやもうほんまな。あれやもんな、はい、あんま言ったらあかんこと、言っちゃいけないこともあるんですけど、そうか、そうか、はい、でもさっき言うとったやん、なんか、はい、
いろんな人に会ってた。うん。ビバッパそうやけど、はい、村沢とか。村沢さん、はい。佐藤、ケンちゃんとか。佐藤、ケンちゃん、ケンちゃん。小爆とか、俺小爆で。小爆も出てますもんね。小爆で俺、なんや俺は。横浜おとぎの前原。前原、そう言ってて。出てる、出てる。じゃあその話も、後でちょっと、もうじっくり聞かせていただきますんで。本当に。あんまりな、したないねんけどな。そんでね、あの、どうぞ、要は、俺と豪太さんはこうやって役者を続けさせていただいてる中でも現場とかで一緒になってないんですよね。なかったね。うん。ほんで実はつい最近ここ何ヶ月前なんですけども、とある大きな作品を2つ立て続けに一緒に共演させていただいたんですよね。そうなのよ。はい。それが縁で、今言うとあかんない。今言うとあかんない。今解禁前なんですよ。だけどこれものすごい大きな作品で、うん、僕と豪太さんがちょっと一緒にちょっと出させていただいてるんですよね。そうそうそう。でどんな感じで出てるかっていうのもちょっとこれもまた秘密で、はい、そうそうそう、もう何も喋れないんですけど、ただそういったお仕事が一緒になったんでということで、今年の4月や、あ、4月ですね。そうそうそう、4月と5月そうそう、それまでお手品になってる。そうですね。ほいで4月に会うてこの何慣れられずさこれちょっとあかんやろこれな。まあまあまあ年下やからまあまあええけど、そんでほら僕の人懐っこさもね、そうそうそう、ここで、まあ、俺の心の広さとな、そう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 、だから必ずこういうね自分を持ち上げる。いやちょんちょんそうですね。いやでも本当にねいいお兄さんなんですよ、うん、だからその現場でもね非常にお世話になりましたしね。だからその回のその件のあのあれはもう本当にまた今度じっくり、あのそうやな、あのなんて情報が解禁になりましたらね、あまたそれは、うん、そうやな、うん、お話ちょっとさせてもらえたらいいなと思っております。うん、ちょっと考えておく。はい、考えておく。でね、今回はだからあの要はビバップの話とか、うん、それとまあそうですね、ゴートさんの出身のですね、うん、大阪バトルロイヤルのお話ですとか、それと、あと銀さんのお話ね、まあいろいろと さっきも出ましたけども、うん、湘南爆走族の話ですとかね、うんうん、まあいろいろと、あとずっとこういろんな経験をなさってますんでね、いろ、うん、んなお話をちょっと聞かせていただきたいなと思っております。いやいや、はい、そんないっぱい言うても俺が喋っても編集でガン切んねやろ。いや切んないです。もうちょびっとずつもう切られるようにポッペッペッペッと言って、いやいやそんなことないです本当に。これはねもう多分久保田さんのやつはもうねもうノー編集に近いぐらいでいきます。ほんまかい。本当に。え、 YouTube やろ。 YouTube です。はい。俺はあんまり見えへんのよ、うん、俺3ギガの人やから。そうね。だから見映像見たらもうすぐあかんから、YouTube もテルが出るっつうか、ちょびっと見ただけ。うん。ね、この間のあの、豚焼き屋か。うん、はい、なんか食べに行ったら。そうそう、あれとか。ああ、はい、はい。うん。まあまあ、だから、うん、まあ、ちょびっとずつ喋るな。そうですね。はい。ほんでね、あんまり口を滑らしちゃったやつに関してはカットしますよ、それは。なんか出ちゃいけないところもあったりなんかするじゃないですか。とか言うとあかんの。そういうのダメです。え、結構うるさいんですよ。なんか、乳首見しちゃいけないし。ああそう、うん、え、結構うるさいとか。うるさいです。男の乳首もダメみたいなんですよ。大丈夫ですね。はい、一応、うん、よかった。だからまあ今日はちょっとじっくり聞かせていただきますんで、okay、本日もよろしくお願いします。よし、まあそんなこんなで、立てことさんお迎えしてのテルチャンネルおっぱちまります。よろしく。来週何シャフやろ。20 そうやろ。2周年やから愛週やなくて2や。よろしく20 今日よろしくお願いします。テル、何やった、テルチャンネル、解決テルチャンネル2周年記念、はい、おめでとう。ありがとうございます。よし、テルチャンネルをご覧の皆さん乾杯。あー2枚2枚って何や。2にかけなあかんやろ。うまいやったらね。2枚、うまい2。ちょっとあかんない、なんかわかんない、ちょっとわからん、とにかくうまい、うまい、うまい。おどん、いや、ほんでね、うん、今日ちょっと豪華な料理がちょっと並んでますんで、はい、ちょっと食べながら、うん、うん、やりましょう。そうやな、うん、ゆっくり。
ほんで、なんすか兄さん、まあビバップの5、工藤の役出たじゃないですか。あれって何、どんな経緯だったんですか。オーディションですか。オーディションで、先ほど言った大阪バトルロイヤルっていう劇団で、ガオー銀次さんが主催して、はいはい、まあ、どの銀ちゃんの話からした方がいいかな。いやいや、とりあえずその先に、劇団に話が来たんで、ね、はいはいはい、でそれで鍋やった、朝日丸犬千代、後にトラチオっていう改名すんだけど、はい、あれと朝立ち丸、朝立ち丸は、はい、完結編に出てる。朝立ち丸さんは完結編で安藤の役やった人。あ、そう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 、ちょっと目のギョロッとした。そうそうそう、あ、はいはいはい、あれあれ朝立ち丸さん、はい、あとドンレオ富士さんって、ね、それもいましたね、ドンレオ富士さん。それも完結編出てる。まあ出てますよね。あと春見愛っていうしょうもない名前のやつも、それ全部みんなとりあえず5の時にみんなで行って、俺が工藤で受かって、はい、トラチオが鍋で受かったと。あ、そういう経緯。そうなんですね、うん、で皆さん一応パート5の時のバトルロイヤルが声かかって一応行ったんですか。そう、そんで、豪太さんと、うん、犬千代さんが受かったっていうことですね。そう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 、そういうこと。まあわしが受かるのは当たり前やけどな。そうですね。そうやろ、うん、まあ、いやいや、実はね、まあこんなこと言うのおこがましいんですけど、パート2で僕出させてもらったじゃないですか、でパート3パート4とかってやっぱ見てたわけですよ僕も、だけどまあでもやっぱりパート2の盛り上がりとか、あとその敵役のボスキャラとしては、まあまだテルの方がインパクトあったなって俺は思ってたんですよ。そしたらパート5を見た時に豪太さん出てきたじゃないですか。これはちょっとプロ出てきたし、ちょっと俺ちょっと違うぞと。これちょっともうダメだ。いや、いただけないと。いや、ノミネですか。ねえだよ。救いねえか。おかわり、これ持ってきて。いや、これはちょっと違うぞと。特に、まあなんか一つ一つの表情もそうなんですけど、やっぱ一番俺がすごいなと思ったのは、金太郎たちを手下とかに入れて、各学校の若いやつらを手下に入れて、1、2年軍団で、まあ、いわゆる後輩軍団、で、紙の工場にみんな集まって、ね、で、俺たちは誰の子分でもねえよな、なあ、兄弟、兄弟そんな臭ないやろ。いやいやいや、臭くないんだけど。違う違う、あれはでもね、臭くやってると監督言われたよ。ああ、でもすごかった。あれを見て、あ、これはちょっと、すごいと思っちゃった。いやいや、本当に。ほんまかいな。うん。今見ると、ね、それは俺の芝居もそうだし、豪太さんの芝居も、前こうやって役者やってると、やっぱり見えてくるし、なんか荒々しいところもわかるんですけど、あの当時、そのところを見たときに俺は、これはすごいと思ったんですよ。うわ、これはようやく俺を凌駕する人が出てきたんだなと。芸者さん、芸者さん呼んで、もう芸者さん呼んで。ここはね、お兄さん、ここは、いや、そういう気持ち。そうね、はい、ここ居酒屋じゃないんで。ああ、そうか、そうか。ああ、いやいや、でもね、そうやって言うてくれると嬉しいな。で、まあでもね、あれやで、わしなんかもう、変わってへんから、芝居、うまなってへんもん。いやいや、俺は上手くなってる。まあ、本当に。この間やって。この間やって。いやいや、ね、やっぱりね、なんつうのかな。でも、あの時はあの時でいいんだと思うんですよ。俺も、あの時はあの時で、あれはあれでいいんだと思うんです。細かいことを言ったら、芝居感だとか、ああいう、なんか、間だとかね、目線だとか、ああいう、なんつう、細かいことを言ったら、キリはないんですけども、
あの、若い時の若いと、若ければ若い時のパーンっていうのが今、ないじゃないですか。そうやな。うん。あ、芝居ちゃうもんな、だから。そうそう。結局なんか、あの、字のもんやから。うん。パーンっていっちゃうっていうね、もう勢いの方が強いんで。そう、うん、だけど、すごかったですよ。いや、ほんとに。俺は、いや、そう。結構、いろんなやつに言ってんですよ。違って、それでもさ、こう、先出とった人みんなに言うてんの？言うてへん。いや、言ってると思いますよ。特に。違う。何を？あ、褒めてる。言ってない、褒めてない、全然。あ、そう、みんな、俺、かすみそ褒めてない。かすみそにはしない。かすみそにはしてないですよ。ああ、そうかそうか。月みそぐらいにはしてますけど。笑うとこか、今の。いやね、あのね、西の人だから厳しいんですよ、そういうところね。そうそう、それは。もともと大阪の人なんですね。大阪なんですよ。で、あの、関西弁っぽくないから、うんうん、わかんないかもしれない。でも、バリバリの大阪府、森口市ですよね。はい。東町まで行って。東町まで。東町言うと、あ、バレてまえん。帝国学園の近くやからさ。帝国学園って今名前変わっとるやん。だけど、大卒なんですよね。そう、よく言うよ。もちろん。うん。いや、京都やろ、京都の仏教大学。あ、なんで言うねん、お前。なんで言うねん、野球強いとこだ、あれ。いや、強いんですよ。意外と頭いいんですよね。いやいや。意外と伝えちゃって失礼なことです。いや、頭いいですよ。いやいやいや。と、話のね、ところどころにね、ちょっとね、インテリっぽいところが出てくるんですよね。急に。あんまり褒めるとね、今度気に食わなくなるね。褒めると気に食わなくなるし、なんかけなすと気に食わなくなるし、どうしていいのか分かんなくなるときあるんですよ。で、芝居が始まったのは大学からなんですか？うん、大阪の時なの。お、いや、高校ぐらい。高校の時の、はい。ある大阪の某養成タレント養成所に入ったの。おうおうおうおお。あ、そういうところに行ったんですか？行ったの。はい、行ったらね、まあ一応一通りこう、あの、発声練習とかなんかいろんなエチュードとか、うん、ダンスとか、はい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 、うん、で、まあ仕事をしたらエキストラの仕事しかないわけよ、うんうんうん、ね、エキストラこう行ってこいみたいな感じ、うんうん、それで何回かエキストラやって、うんうん、1年ぐらい経った時か、うん、でもエキストラの仕事ばっかりやから、この上の方の上級生になるわけよ。おー、うん、上級生ここで集まって社長のとこ行って、うん、もうちょっと売れ出してくれよって。え、なんでこんなお前仕出しみたいな仕事ばっかりやねんって言ったら、君らまだそんな無理やし、そんな売れ出す気ないとか言う、うんうん、めろやん、お前の事務所潰したらみたいな感じで劇団作ったの。あ、それが、それは大阪のまだ前身で、違うんです、前身なんですよ。ね、一番最初ゴッドっていう劇団で一回公演やって、神の意味ですか？うん、神の意味で、でもなんかこう当て字でなんかしょうもやったんです、あ、漢字で、さあさあ暴走族みたいな、暴走族みたいな感じでしょうもないやつが考えて、はいはいはい、で、その後に、はい、マッドエンジェルスっていう劇団。ああ、なんかそれもなんか暴走族っぽいですよね。 それはね、あの、あれよ、あの、こっちのあの東京キッドブラザーズとミスタースリムカンパニーの、はい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 、台頭してた時で、はい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 、で、ロックミュージカルで、はい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 、それを真似してっていうんで、うんうんうん、うちら大阪バトル、あ、違う、そのマッドエンジェルスっていうのを作ったの。へー。で、銀ちゃんとはその、あの、養成所で知り合ったの。うんうん、銀ちゃんっていうのはガオ銀次、ね、ガオ銀次っていうのは、うん、その、某スペシャルかこらっていう養成所で知り合ったの、うんうん、あ、そうなんですか。俺の方が先輩で後から入ってきて、へえ、何やこの人みたいな感じで、うん、怖とか思うよな、そんな下級生で、うん、で、うちら上の方が辞めるときに銀ちゃん引っ張って、お、池田君って言うんだけどね、池田明さんっていう、あ、ガオ銀さん、池田明さん言うて思った、銀ちゃんごめんねと、それで銀ちゃんも誘って、うん、その劇団を作って、うんうん、あの、活動してた、うん、で、そのマッドエンジェルスで公演をしてるときに、うん、あの、大阪のバナナホールってあるやん、あれが、うん、こけら落としてた。その時にうちら呼ばれてやって、うん、で、もう一個そういう、あの、東京キッドを真似したような劇団が、うん、大阪ミュージカルシティっていう、はい、で、それはなんか小倉圭さんがなんかあのやってたみたいで、そうで、まあまあそこでやってる時に、うん、東映でマジョランっていう映画がオーディションやってると、で、大阪らしい劇団ないかっていうんでうちらが紹介になって、うん、そこでオーディション受けて、うん、そこで銀ちゃんが主役決まって、マジョランで主役デビュー、監督泉誠二、泉さんがピンク映画やって3本目かな、オン・ザ・ロードで渡辺博之さんがやって、さやの言う通しで3本目かなんかがマジョランっていう、
暴走族 と、パンク メタルパンクみたいなやつの青春群像みたいな、うん、でそこでわしはあのなんか出たんでしょ。出たあの暴走族の役で。それデビューですか。それがデビュー。それが銀幕の、うん、大学の時、もう大学生の時にあれで銀幕でデビューしてたんですよ。それ何年の作品ですか。あれ80年ぐらい84年ぐらいじゃないかな。ああそうですか。ジャッキー・チェンのヤングマスターとか。いやいや、あヤングマスターは小学校ぐらい。青龍拳あれと2本立てでやっとったような気がする。ああそうなんですか。へえー、ほんでビーバップが85年なんですよ。で俺が86年なんです。俺は88年。8年でしょ。うんうん。でその3年ぐらいなんですね。で完結編も88じゃねえかなと思うんだけどな、多分。ああそうかもしれないね。うんうんうん。完結でも出らっしゃるもんね、最後。なんかちょっと。そうそう、なんかお祭りで。わーわー言って、お祭りみたいな。わーわー言って。わーわーって。わーわー言って終わりじゃないですか。お前、一個しか出てへんやないか、お前。わし、日本で出てんだ。何が、アホか、わーわーとかって。わーわー、わーわー言って、なんか、あの、ハンバーガー屋かなんかでさ、そうそう、わーわー言って。なんかそのなんかスケート場行ってな。そうそう、スケート場行って。あれもいいキャラクターでしたよ。まああれ不動色を本当にちゃんと残してましたもんね。そう。うん。なんかそのあの好き見て仲間ぶっ殺せ。なんちゃって。なんちゃってる。好き見て仲間ぶっ殺せ。なんちゃってる。よかったあれ。いやいやあれ臭いなと思ったけど、まあ、いやでもね本当ね、例えばね仲間通るとパチンみたいなやるじゃないですか。俺だから、うん、ビーバップでやっぱねあの、うん、やっぱ良かったことっていうか、うん、印象残ってるのは、うん、あのシーンが、うん、CM で出たわけよ。映画の CM で、映画の CM で、うんうん、テレビで、うんうん、トールのパンチを俺が受けて似合って笑うのが出て、うんうんうん、ビバッパイスクール高校よ太郎音頭って出て、うんうん、ほらほらもう妖怪大天狗様なってんやきましょう。あらららなんか見たんだけど。そんでね、ぜお兄さん、何あそこのロケ地、うん、ロケ地巡りでこの前行ってきました。何やってんの。すごいでしょ。あ、そう、あれ静岡そうですの新幹線のトンネル、そう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 、 JR のあの線路の下を通ってるトンネルなんですけど、この前行ってきました。どうせやることは俺のやつやってんやろ、これやってんやろ。それは秘密それってね、それは秘密です。絶対それエテンチビーンとかやつよ。いやいや、それ秘密です。いや、そバレバレやん。何やんねん、あそこ行って。ほんだろ、いやいやいや、新幹線の音聞いてんのかって話。あんなとこ、なんもないとこ。動画面白かった。